スコーピオンは、チェコスロバキアのチェスカーズブロヨフカ国営会社で開発された短期艦銃である。VZ61 とは、チェコ語で、ベザー61の略で、正式名称はサマプルベザー61という、チェコスロバキア軍にて1961年に正式採用されたことに由来する。冷戦時代に、戦車兵や軍用トラック操縦士、通信兵などの自衛、 五信用正式サブマシンガンとして、またシーズマイナス447の後継機種として、重機開発に実績のある Z 社が開発した。スコーピオンの愛称は、重傷を折りたたむ際、前方に持ち上げて回転させる様子が、尾を振り上げる、サソリの姿を連想させることにちなむ。重傷をたたんだ状態の全長27センチメートルは、サブマシンガンとしても、 最小クラス、重心6から7インチの45口径拳銃と同程度であり、旅行用洗面用具入れにも似た専用ポーチに収めることができる。小型ながら様々な工夫が盛り込まれており、髪型に回転して重上部に固定される重傷、フロントサイトカバーを重傷固定具と兼用する構造、発射時に握り込むことで、フォアグリップ側にできる兼後に固定された断層のほか、 安全装置を兼ねたレバーで、ボルトの交代速度を調整し、連射速度を変更できる機能などを特徴とする。左側グリップ上に配置されたセレクターは、例の刻印があるセーフティー位置を中間に、前に押して20の刻印に合わせると、フルオート連射、後ろに引いて1の刻印に合わせると単発のセミオート射撃が可能になる。この配置は、Z 射制。 アサルトライフル VZ58 の影響を受けており、VZ58 では右側にあったものを左側に置き換えたことで、右手親指で操作できるようになっている。使用弾薬の 32ACP 弾は 9X19mm パラベラム弾に比べると若干比力ではあるが、小型化でき、フルオートでもコントロールしやすいのが利点。あとに、 380ACP 弾モデルの VZ64 や 9X18mm マカロフ弾モデルの VZ65 も登場する。32ACP 弾の威力を疑問視する意見が出たことから 9mm パラベラム弾仕様の VZ68 も開発された。前述のように戦車兵の護身用として開発された銃ではあるが、その利便性から ソ連の KGB や特殊部隊、スペツナズ、また共産系テロリストなどにも愛用された。西側でも脅威とみなされ、実際にイタリアのアルドモールを元首相は赤い旅団構成員によりスコーピオンで殺害されている。また北朝鮮の工作員が使用していると言われる。近年ではイギリスやスウェーデンなどヨーロッパのストリートギャングにも流出している。チェコが 西側と関係を持つようになってからは、西側でも人気を博し、警察での採用が行われた例もある。アメリカでは法規制の関係もあり、フルオート機能が排除されたセミオートピストルモデルも販売されている。チェコスロバキア国内での生産は1975年に一度終了したが、ユーゴスラビアではライセンス生産が続けられている。また、1989年の チェコスロバキア解体により国営工場だった Z 社は民営化し重機市場へ商品展開する一方小型軽量な VZ61 は近年多発する大テロ戦術や CQB に有用であるとして隠し改良を施した VZ61、VZ82、VZ83、VZ85 を再生産している。現在、チェコでは ナトー o 加盟で使用弾薬を 9mm パラベラム弾に統一する動きが進んでおり VZ-85 が使用されているがチェコの特殊部隊はドイツ H&K の MP5 や MP7A1 を使用している IDET2009 で CZ 社は VZ-61 に代わる次世代サブマシンガンとしてスコーピオンエボ3を発表した参照動画 VZ61 の射撃。VZ61 チェコ軍に1 9 6 1年正式採用。VZ64、VZ83、VZ64 の現行モデル。VZ65、VZ82 チェコ軍に1 9 8 2年正式採用。9mm パラベラム弾仕様の VZ85。弾装が反りのない直線状になっているのが特徴。 VZ68 固定式ストックモデル。VZ85VZ68 の改良型モデル。SA361 輸出向けの軍用モデル。SA61 民間向けのセミオートオンリーピストル。東ドイツの秘密警察であるシュタージが本銃をブリーフケースの中に仕込んだものを少数生産していた。同様の運用例は、 同時期の西ドイツの H&KMP5 にも存在するが、東ドイツの場合は、消音器が取り付けられていることなどから、要人の身辺警備などではなく、暗殺を目的としたものであったと推察される。電撃で演劇冒頭にて、アメリカ合衆国副大統領の車列を襲う白バイ警官に変装したテロリストたちが使用する。レッドリターンズ、エドワード・ベイリーが、 サラロスに対して突きつける。アウトレージ、バイラス、エグゼクティブレシジョンハイジャックグループのリーダー、ナジハッサンが使用。バイオハザード V リトリビューションジルバレンタインが、本銃を二丁、冒頭のアルカディアの戦闘から、中盤の潜水艦ドックのエレベーター区画での戦闘まで使用。フェース、オフ序盤で、ポラックストロイが護身用として使用。マトリックス主人公、 ネオが毛ィアスを救出すべく乗り込んだビルでの銃撃戦で3番目に使用したのが本銃。銃口にマズルブレーキがついたストックレスモデルを2丁打ちした後、弾切れのため放棄する。キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャー高速道路での戦闘でウィンターソルジャーが背中に携帯。その後、キャプテンアメリカとの格闘で使用するがすぐに蹴り飛ばされる。 ロングキスグッドナイト終盤で、チャーリー・ボール・チモアが使用。ワールド・オブ・ライズ、ゲット・スマート登場するが発砲シームはなし。NCIS、LA 極秘潜入捜査班、デスノート、ドクター・リアンが見てあげる、炭鉱本一巻に登場。ミスター・クライスメインアームとして使用。マイアミ・フライト2001からは、フォアグリップや、ドット・サイト、クリアマガジンを備えた、オリジナルカスタムとなる。 池、南国アイスホッケー部炭行本4巻に登場。エリアの騎士テロリストが使用。学園も白路ハイスクールオブザデッド高木ユリコが使用。カラスマ学園、ガンスモーキーズエアガンが登場。銀のケルベロス、劇場版魔法少女窓かマギカ、新編反逆の物語明美ホムラが使用。こちら、葛飾区亀有公園前派出所本庁配置係の マキに登場。ゴルゴ13、ザ・ゴリラ敵キャラの殺し屋が使用。主人公は MP5 系コファーを使用して対抗。不死の両犬リンが所持。シンゲッターロボ神早と率いる革命組織メンバーが所持。スカイブルー、戦闘メカザ・ブングル・サンドラットの最年少メンバー、チルが使用。ソードアート。 オンラインオルタナティブガンゲールオンラインレンが P90 を所持する前にに丁打ちで使用していた。P90 と同じくピンク色にペイントしてある。特例措置団体ステラ女学院高等科 C3 部ヤマトユラが使用。闇の三姉妹炭鉱本一館に登場。テロリストが所持。ルパン三世、広角機動隊アライズバトーが使用する。 九龍妖魔学園機主人公の武器として使用可能。ファークライさん、オペレーションフラッシュポイント、コールドウォークライシス、ソ連軍とレジスタンス陣営で使用可能な拳銃として、サ61スコーピオンの名称で登場する。ファントム、ファントムオブインフェルノマイナス、プラアンノン、エスバトルグラウンズマシンピストルとして登場。拡張マガジンを装着することで弾層が、 ドラムマガジンになる。5月17日のアップデートで、モバイル版でも使えるようになった。グランドセフトオートシリーズ、g t a v c s スコーピオンという名称で登場。g タブミニ s m g の名称で、VZ-85 が登場する。Call of Duty シリーズ、COD-4 ロシア彫刻家主義派が使用する。c o d メガワット3マシンピストル枠で登場。COD、某ソ連軍やベトコンが使用する、ゴールデンアイ007、クラーブという名称で登場。バイオハザード5、バトルフィールドハードラインクラス共通の、セカンダリーウェポンとして登場。二丁持ちのため、腰打ちでの射撃しかできない。メタルギアシリーズ、MGS サングラのボルギン大佐配下のスペツナズが、 用いる武器の一つで、バイク兵や、フライングプラットフォーム兵の標準装備。また、スペツナズキっての精鋭部隊であるヤマネコ部隊でも一部の隊員が装備。さらに、主人公、ネイキットスネークも、現地調達したものを使用できる。ソ連製のレーザーサイトが装備され、さらに昇降系弾を用いるので、XM16E1 や AK、AK-47 といった。 アサルトライフルと異なり、フルオート射撃時でも、重厚のブレが少ない。んっぽ、SF に、スコーピオンという名称で登場。このゲームで最もレートが高い武器である。ドールズフロントライン VZ61 が星3、戦術人形、スコーピオンとして登場。ブルーアーカイブ、ブルー、アーカイブマイナス100機や高連合学園の星2世と、カスガきが使用。 秘密警察のサブマシンガンシュタージコファーマシーネンピストーレ国際出版ガン2003年5月号56から69ページ掲載記事ありがとうございます